肖像お牛金郊7月3日から1958年3月25日は、明治から昭和期の政治家、家族、貴族院死者区議員。死者区、小木内上地の長男として生まれた。父の死去に伴い、1902年11月22日、死者区を就職した。金郊は学習院初等科、中学科を卒業後、特に職には就かず、 日本行動会評議員、試釈会幹事などを務めた。学習院では、大正天皇の学友であり、1908年の九州視察に際し旧藩主として、大分県で出迎えている。1915年、巫女浴場の偽名言機会となる。同年12月25日付で、貴族院試釈議員補欠選挙に当選すると、吉田政府の自席に除され、 第三部研究会所属として活動し1925年7月まで2期、在任した。坂井忠厚の娘、与那子と結婚して三女を設け、長女、加藤氏の夫、小牛金剣を養子とし、次女、幸子は五代、友厚の孫、土井康太郎に、三女近子は岡村武氏に、それぞれと継がせた。近道の二男、小牛近清は洋画を研究して、 黒田清照の娘と結婚し、南青山に分家したが溶接した。金郊の娘婿、お牛金健の没後はその長男、金たちが、お牛家を継いだ。明治初期に、父、お牛近道が屋敷を構えた旧東京市本国、駒込線滝坂下町には、お牛坂と名付けられた坂が残る。また、地元青年団のために、お牛金庫が寄付して1926年に、 建てられた文武道場、法輪閣が現存する。千仙木林町にあった金光帝は、鈴木幹之助に売却された後に、大平正義帝を経て、文京区千仙台第二児童遊園となり、金光が残してほしいと希望した遺町の大木が立つ。墓所は、代々の菩提寺である小石川の御院。秋人新納誕生寺に行われた、読書名言の儀仕院 ありがとうございます。